じゃ11913から773,444とは、カメレオン座の方向、地球からおよそ520光年離れた場所にある、惑星質量天体である。ハッブル宇宙望遠鏡、セロトロロ半米天文台のブランコ望遠鏡、スピッツァー宇宙望遠鏡を使い、2005年に、ペンシルベニア州立大学のチームが発見した。カメレオン座分子雲の一つ。 カメレオンザアイに含まれると考えられるため、この天体までの距離は、カメレオンザアイまでの距離 160PEC と同程度と見られる。ジェミニ南望遠鏡による分光観測によって、質量は木星の8倍程度、半径は木星の1.8倍程度と見積もられている。この質量は、褐色矮星と惑星の境界とされる13、木星質量より低いが、 観測データは、オーツ44など他の低質量化色食星と似ているので、この天体の正体について定説はなく、純化色食星とも自由浮遊惑星とも呼ばれることがある。表面温度は 1800K、スペクトル型は L0 型と推定されている。また、この天体からは、推定される表面温度、スペクトル型から予想されるよりも強い。 中間赤外線が放射されており、天体の周囲に、青州人の円盤が存在すると考えられる。円盤の大きさは、全体の質量が、木星質量の0.1倍、内径が0.02英雄程度と見られる。ありがとうございます。